ケネス・ニートは、オーストラリア出身のテノール歌手。ハンター・地域セスノックの生まれ。ニューキャッスルで、ケジー・フレイザーに、音楽の手ほどきを受けつつ、メルボルン大学に進学。シドニーで、リュート・ドラモンドとライオネロ・セシルに声楽を学び、ニューサウスウェールズ州の警察官になった後は、地元の警察官で組織する、合唱団の団員となった。また、 アマチュア歌劇団で、ジャコモプッチーニの、蝶々夫人のピンカートン役や、リヒャルトバーグナーの、ローエン・グリンの兄弟役を歌ったりして、経験を積み、1939年に、ジョン・ブラウン・リーに見出されて、ニューヨークに行って、エミリオ・デ・ゴゴルツァとエリザベート・シューマンのレッスンを受けるようになった。また、ロッテ・レーマンの地域を得て、ブルーノ・バルターと知り合い、バルターの勧めで、チャールズ・クルマンからも、 声楽の指導を受けている。1946年にコベントガーデン王立歌劇場で、ボルフガング・アマデウス・モーツァルトの魔キのタミーの役を歌って、成功を収め、以後ヨーロッパの主要な歌劇場に客演するようになった。1980年に歌手活動を引退した、ミュンヘンにて死去。ありがとうございます。